1982年から1985年の期間に大活躍をした3人組のグループわらべのメンバーとして活躍していた高部智子さん、倉沢敦美さん、高橋真美さんのその後と現在について紹介いたします。当時飛ぶ鳥を落とす勢いだったお笑い界の超大物萩本欽一さんによる伝説のテレビバラエティ番組金どここと金ちゃんのどこまでやるのから誕生したわらべですが、番組の登場人物の3人の娘たちのぞみ、かなえ、たまえをオーディションで募集しました。別番組金ちゃんの週刊金曜日のオーディションにすでに合格していた倉沢敦美さんでしたが、金どこへ移動し、倉沢さんと同い年の高部智子さん、高橋真美さんの2人が急遽キャスティングされて結成されました。当時は80年代初期の空前のアイドルブームで華やかなアイドルが多くいた中、このわらべは素朴な雰囲気を醸し出し、三重春さんと共にお茶の間のファンたちに広く親しまれていました。番組内で歌われていた曲がシングルとして1982年にリリースされたメダカの兄弟は、オリコン週間シングルランキングと年間シングルランキングともに3位を獲得し、売上枚数100万枚を超える大ヒットを記録しました。一バラエティ番組から派生したこのユニットは瞬く間に日本中からの注目を集めるほどの人気者になります。金どこの番組としてもわらべとしても絶好調だった真っ最中に、メンバーだった高部智子さんがスキャンダルを起こし、わらべを脱退し、番組も降板する事態へと発展したのです。倉沢敦美さん、高橋真美さんの2人で活動することとなったわらべが続いてリリースしたセカンドシングル、もしも明日がは、オリコン週間シングルランキングでなんと1位を獲得し、翌年の年間シングルランキングでも1位を獲得し、約97万枚もの売り上げを記録する大ヒット曲となりました。続く3枚目のシングル、時計を止めては、週間ランキング6位、売上枚数約15万枚を記録し、わらべの最後のシングルとなり、わらべは番組のリニューアルとともに解散しました。さて、それぞれのメンバーのその後を見ていきましょう。わらべが解散を迎える前にユニットを脱退した高部智子さんは、実は小学生の頃に芸能界デビューを果たしていて、1979年に公開された映画作品に出演しています。わらべのメンバーとして活躍する中、1983年には女優としてドラマ、積み木崩し、親と子の200日戦争で、主人公の不良少女役に抜擢されましたが、写真週刊誌、フォーカスにより、当時未成年だった高部智子さんが裸の状態でベッドに寝転がり、タバコを加えた様子の写真が掲載されたことで問題になりました。新人女優の性行為疑惑と未成年喫煙疑惑が浮上したこの騒動は通称ニャンニャン事件と呼ばれ、出演予定だった作品の降板や芸能活動の禁慎など大ダメージをもたらしました。禁慎後、再び芸能活動を開始した高部智子さん、1984年に TBS 系列で放送されたテレビドラマ転校少女 Y で本格的に復帰し、主演を務めました。またソロ歌手としてもデビューし、リリースしたシングル雨の街は、元アミンのメンバーとしても知られている超大物シンガーソングライター岡村孝子さんが作詞作曲を手掛けた作品でした。高部智子さん、プライベートでは2度の結婚と離婚を経験しています。最初の結婚は22歳の頃で、お相手は幼馴染の一般男性でした。それまで友人関係だった彼は、高部さんが精神的に病んでしまった時に支えてくれたことがきっかけで結婚に至ったと語られています。結婚後、旦那さんとコンビニエンスストアを経営し、2人のお子さんも誕生しましたが、娘さんの病の治療と育児に専念するために芸能界を引退されました。しかし旦那の浮気により別れを決断されます。次に会社員の男性と再婚するも、数年後にお別れとなりました。その後芸能活動を再開されますが、復帰直後はヌード写真集の出版や官能ビデオへの出演などされていました。そんな時期を経た後、娘さんたちを育てながら高部智子さんは、自分のように不器用な人に寄り添いたいと次第に思うようになり、患者家族の心を支える仕事をしたいと思うようになったことで、精神保健福祉士の資格取得に向けて動き出しました。2007年に資格を取得した後は、認知症や学習依存症などの心の問題を抱えている患者の相談に応じるカウンセリングの仕事を行い、患者家族へのサポートも続けています。2013年には和田アキ子さんとグラマヨが司会の番組に出演して話題となりました。2015年にはこの経験と資格を生かし、脳のメカニズムと回復に至るまでを解説した大丈夫依存症という本を出版するなど、
執筆活動も行いました。相模原市出身の倉沢敦美さんは、わらべでの活動だけでなく、1984年にリリースされたシングル、プロフィールでソロのアイドル歌手としてもデビューを果たしています。この曲は、オリコン週間シングルランキングでは4位のヒットを記録しています。人気者となった倉沢敦美さんは、過去に行われたサイン会で、刃物を持った男に切りつけられるという事件に見舞われたことがありました。犯人は、その後すぐに逮捕され、犯行動機について、わらべの元メンバー、のぞみこと、高部智子さんの分まで頑張るとか言って生意気だから切ったと語っていました。その後、女優業にも進出しており、尾形健さん、安田成美さん、石田ひかりさんなどの超大物たちも出演した映画、噛みつきたいにも出演しています。プライベートの方では、オーストラリア人の男性と結婚。3人の子供たちが誕生しています。旦那さんとの馴れ初めは、彼女が当時通っていたスポーツジムで話しかけたことがきっかけだそうです。当時英語の勉強をしていた彼女は、自身の実力を試すために、通っていたスポーツジムで見かけた外国人に声をかけました。その外国人こそ、旦那となるジェームスさんで、2人はすぐに意気投合して交際に発展し、5年の交際を経て結婚に至りました。結婚後、倉沢さんの本名は、アツミラングとなりました。オーストラリアで住んでいたおかげで、倉沢さんは英語がペラペラになったそうです。倉沢さんはお母さんとして、長男と長女と一緒に、日本のデニムメーカーの CM に出演して、テレビ番組でも放送されたこともありました。そして次男も含め、家族揃ってドバイで生活を送っていました。彼女のドバイ暮らしは過去にテレビでも放送されていて、かなりの大豪邸であり、ドバイの中でもセレブしか住めない居住区の人工島に暮らしていたことが、テレビで放送されていました。そんな優雅な生活をされていた倉沢さん一家の中でも、長女のケイナさんは日本の芸能界に興味があり、母親の倉沢敦美さんも所属している日本の芸能事務所に所属し、2022年に芸能界デビューをしたそうです。趣味は写真撮影とスケボーで、日本語、英語、フランス語も喋れるケイナさんは、インスタグラムのフォロワー数はデビュー前にすでに11万人を超えていたそうです。このように、結婚後、セレブとなった倉沢敦美さんは、ドバイで専業主婦を務めながら、わらべの再結成時などに芸能活動を行っているそうです。金どこでは、玉井役として活躍した高橋真美さんは、わらべが解散を迎えた後に、ソロデビューを果たしています。1985年に発売されたシングル、古いアルバムは、NHK の音楽番組、みんなの歌で放送されたり、その後、テレビ番組のレポーターなども務められました。プライベートでは、2000年に一般男性と結婚されて、現在も芸能界で活動されていて、オフィシャルブログも更新されています。テレビ番組、金どこから誕生したユニットのわらべは、1985年に解散しましたが、以上のように、メンバーたちは現在も、それぞれの道を頑張って歩んでいます。ご視聴ありがとうございました。少しでも楽しんでいただけましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。